どうもこんにちは、こけしチャンネルです。本日はちょっとしたお知らせがあります。なんとついに玉文堂チャンネルを開設します。で、これはずっと計画を進めていて、まずこけしチャンネルの方で動画の作り方とか動画を作る習慣とかそういうのを勉強して、それから何か伝えたいことをちゃんと決めてチャンネルを開設しようと思っていたので、ついにチャンネルを開設する準備が整いました。これまで通りこけしチャンネルではこけし夫婦の日常を、玉文堂では機材とかそういったものを中心にレビューをしたり、実際カメラマンとしてどう使っていくかとか、逆に私にとってビデオは趣味なので、趣味でこういうのを買ったとか、そういうガジェット系、そしてカメラ女子というか女子カメラマンならではの悩みとか、そういったのをお話ししたり更新をしたり、そしてこけしチャンネルの登録者さんは結構身近な人ではあるんですが、フォローしてくださってる皆さんがちょこちょここういう動画を撮ってほしいというリクエストもいただいていたのですが、それを動画にすることもできなかったので、これからは玉文堂チャンネルの方でそういったこともしていけたらなと思っています。早速第1弾の動画をすでにもう撮影が終わっていますので、その編集ができ次第、終わり次第玉文堂チャンネルの更新をスタートしたいと思います。こけしチャンネルも玉文堂チャンネルもどちらもどうぞこれからもよろしくお願いします。